それでは今回は、できた動画を YouTube にアップロードする方法を教えていきます。まずですね、YouTube の方に、こちら YouTube トップページですね。ログインするとこのようになっています。まあ、実際この前を遡っていくと、まあ、こういう感じの形の Google Chrome になりますので、ここのポツポツ点々を押して、ここの YouTube を押します。で、この YouTube のトップページに来たら、この My チャンネルというところを押して、で、ここの右上のアップロードというところを押します。で、このアップロードのところですね、実際にここから、ここを押してファイルを選択してもいいんですけども、それとプラスアルファで、こういうふうにね、やる方法と、あとはドラッグ&ドロップでそのままね、これをこういうふうにアップロードする方法が両方ありますということですね。で、実際にここアップロードすると、実際にこう、記入するところはこう3つあります。まずここは1つ。で、ここが2つ目。で、3つ目がここですね。このタグっていうところなんですね。この3つを入れていかなければいけないんですね。で、実際に、この後の SEO 対策編というところで、ここをしっかりと SEO をかけた状態でアップロードしていきますので、とりあえず今回は、普通にアップロードするだけというような動画で、終わりたいと思いますが、SEO のね、見たら、しっかりと SEO 対策をしてアップロードしていってください。で、一応この説明なんですけども、簡単にしていきます。で、これ、まずは、公開、限定公開、非公開、スケジュール設定済みというのがありますけども、公開は、まあ、全体に、ネット上に公開してしまうと。で、これ、限定公開は、まあ、このリンクを知っている人だけが、見れるということですね。実際にロックをかけられたり、暗証番号をかけられたりっていうのはできないんですけども、限定公開、このリンクを直接知らない人に関しては、見れないということです。実際にウェブ上に公開されているわけではない。検索エンジンで引っかかったりはしないけど、このリンクを押してたら見れるという状態。非公開は、完全に非公開。で、これは、設定ができます。日程をね、何時に何分に公開するという設定ができます。まあ、とりあえず、今回は、まだ SE をかけてないので、限定公開にしておこうかなと思います。で、実際にこれ、公開していたとしてもね、これもうすでにこの URL があるんで、この URL っていうのは、今はまだ、こうやって検索しても見えない状態なんですけども、処理している状態ですね。アップロードしている状態でも、このリンクをね、もうすでに渡してあげたとしても、この処理が終わったらしっかり見れるようになります。まあ、そういうね、使い方もできるということですね。まあ、今回はアップロードするだけという動画なので、これで動画の方を終わりたいと思います。ありがとうございました。